ははい皆さんこんこにちは、えー、リオです今回紹介するのがですね,、えーっとですねえー、西インド諸島のにあるキューバです。はい、であのちょっとですねこの地図を見ていただくとあの、はいまあ、ここにアメリカがあってですねここにあるフロリダ半島マイアミがこの辺にありますであのそこからですねちょうどその南の方に下っていったこの細長い国がキューバ。 で、ちょうどあのキューバからですね、西側にちょうど行くとあのメキシコ。で、この辺りに、こう、対岸にカンクンって町があります。で、ホンジュラス、ニカラ川の中南米も比較的こう近い距離で。で、キューバの南の方にはジャマイカ、ハイチ。で、プエルトリコ。で、これあの、もっとですね、あの、これをちょっとこう下っていくと、今度は南米のコロンビア、ベネゼエラ。まあ、ですからまあ、これの辺の、まあ、この西インド諸島のですね、まあ、ちょうどまあ、中央に位置すると。 いう感じですかね。はい。でこのキューバはですね訪ねたのがあの2016年の8月、えー、家族で訪ねました。であのちょうどですねこの少し前がちょうどキューバがあのキューバブームアメリカとの関係が改善されてでまあまあ観光が解禁されてでブームになったと。であのキューバではそ,それまで長い間ですねまあ国を閉ざしていたのででまだにそのまあその 古いアメリカがまだ残ってるとで町ではそのクラシックは古い車が走っててというので、まあ、あのすごくブームになってた時期です。で、まあ、ちょうど面白いなと思ってですね、まあ、その頃ちょっと家族で、まあ、行く計画だったんですが、まあ、その当時っていうのはですね、まあ、ちょうどホテル代がも非常に高くてで2泊3日ですねの滞在で,で、まあ、家族ですの、ね、当然首都部屋でまあ 2回の朝食と半日の観光がついてでホテル2泊ですねでそれでなんとですねあの1人当たりの料金が6,000香港ドルでこれあの一部屋なんですけどこれ3人で行くんでかける3で計算されて1万8,000で1万8,000香港ドルっていうとですねこれあの米ドルでは7.8で割ると大体 2300US ぐらいですね。 ですからまあ25万円強という <laughs> まあもうべらり高い金額で,でところがそのお酒もすごいいいホテルだろうなと思ったらもう全然でですねまああのすごく由緒が古くてまあ歴史のあるホテルで100年以上建ってるみたいなんですけどまあまあまあ部屋はまあまあそんな古いホテルででチェックインがその4時以降じゃないとできないんですね。でそうするるとと。ロビーにて山ほどこう高かってると であと w i f i これもキューバ全体がそうだったんですけど w i f i 事情が良くなくてでなかなか w i f i もつながらないとホテルの部屋でもつながらないで極めつけはですねあのこれ停電になってですねあのある夜の段階である時間から停電になってで次の日の昼前ぐらいまでずっと停電だったんですよ <laughs> もうそれと暑い中でもうちょっとまあまあ、まあ、しょうがないなとまあこれが今のキューバなんだなっていうふうに感じたのをちょっと覚えております まあただあの、まあ、キューバ自体はですねその、まあ、古い町もあってで、まあ、すごく、まあまあ、楽しめる面白い町かなというふうには思ったんですがまああのまあ今まあキューバその当時キューバ,キューバ特需だったんで、まあ、ホテル代が上がるのもまあ分かんなくもないんですけどもっとリーズナブルな料金でできないかなというふうに思ったりしました。はい であのこのキューバのです、ね、首都ハバナのです、ねまあ、評価についてですが、えー、まずあの面白いと必見という意味で,ですねこのハバナは非常に面白いと思いますあの、まあ、すごくその、まあ、歴史のある街だしで、まあ、食べるものもおいしいしで、まあ、観光地としてもですね面白いところもあるということですねですのでこれ5段階評価の星4つ。 であとですね、まあ、治安これもあの非常にいいと思いますこれもあの5段階で欲しいようです、ね、はいであの物価に関してですねあのー、まあ街中の物価というのはそんなに高いとは思わないんですがまあその当時はもうホテル代がそんな感じだったのでまあはい <laughs> まあそういったことを考慮してですね、まあ、一応今の段階はどうか分かんないんですが5段階の欲しい2つ、はい、でこのキューバでですね考えられるビジネスとしては、えー、このキューバってですね あの葉巻とかをこうこの作ってるんです、ね、であのまあ、葉巻がすごく有名で,でこれはあの、まあ、世界に相当を出してるとであとこのキューバがですねこのちょうどこのアメリカ南米中米この辺りのちょうどこの中央に位置するとでこれアメリカとの関係が改善されると、まあ、ここがハブ的な役割をすることが大いにあるんじゃないかなと。 まあそうした時にですねその葉巻の販売とくこうくっつけてですねあのキューバさんの葉巻をその要はそのトランジットをする客に販売するというようなのは、まあ、結構面白いんじゃないかなというふうにその葉巻工場とかを見ながら思ったりしました。はい、ということでですね今回は、えー、キューバの首都ハバナの紹介でした。